皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。ジョセフさんの予言シリーズのパート3の動画がようやく公開されたのでご紹介します。この動画を含めて3本か4本くらいになる予定です。ジョセフ・ティテルの2021年の予言。今回、パート3ということですが、まず、北朝鮮と2022年が頭に浮かんだことをご紹介しておきます。そしてバデイン政権について、その行動とそれが意味するものについての答えが予知として私の頭に浮かんできました。言い換えるなら北朝鮮と大統領バデインとの関係についてのビジョンが浮かんできました。細かいことはもうわざわざお伝えしなくても、皆さんはご承知のことと思いますが、以前トラさんが北朝鮮へ出向き、友好的な関係をキム・ジョンウンと築いていたことで、その後何の事件も騒ぎもなく、北朝鮮は大変静かでした。巷の人々は何事もないので、北朝鮮についてはそれ以来何も言わなくなっていました。おなじみの核で世界を脅し、欲しいものを手に入れてきた北朝鮮のようですが、トラさんが何らかの処理をして以来、何事もなく時間は進んでいます。このことに関して、トラさんに明らかに一旗上がったりと締めておきましょう。ところが、今バデイン大統領がその任務につき、彼の政権の動きを観察していると、最近私の頭に入ってきていた情報の点と点がつながり出しました。今現在、中国、共産党は北朝鮮を狙っています。しかしながら、米国も再び、北朝鮮をコントロール下に置こうと、彼らの土地に興味を持ち始めたのです。トラさんは驚きを隠せないことでしょう。テレビなどで北朝鮮は、再びミサイル訓練を行っている様子が見られます。ところが皆さん、それはガセネタです。多分、昔のビデオクリップを引き出してきたか、コンピューターで合成された画像でしょう。北朝鮮はミサイル訓練など実行しておりません。テレビのそれらしき画像はすべて CG でしょう。中国のプロパガンダを進めるための理由としてそのシナリオが必要なのです。次の予言ですが、私はある石でできた教会のような建物の外壁を見ています。私はある人の告別式に参加しているのです。儀式はとても厳かです。誰か有名な方の告別式なのでしょう。人々は赤をまとっています。民族舞踊が披露されます。花が見えます。白い美しい花がたくさん飾られています。私の見たことのない花です。地元特有の品種なのでしょう。そして、大勢の女性たちが踊っています。衣装の赤が何を意味しているのかを私は考えるのですが、その時点で私にはわかりませんでした。後ほど。これは、私がこの予言を筆記している時です。22日の10時10分のことです。私には分かったのです。これはキム・ジョンウンの告別式に違いないと確信しました。次のビジョンはミサイルについてです。最初は2つのミサイルが発射されたのが見えました。最初に発射されたミサイルは2つ目のミサイルのほんの少し前を進んでいます。3つ目の打ち上げの推力が聞こえました。ドッカーンと音がするのかと思うのですが、その後何も聞こえないのです。サイレンス。静寂が続きます。何か嵐の前の静けさのような気がします。しかしながらそのミサイルがキム・ジョンウンから発射されたとは思わないでください。今回のミサイルはもっと、そうですね、ワン・ツー・スリーでお前はアウトって感じでしょうか。次に行きますが、2021年2月22日、私は当時、正確な時刻はメモしておきませんでした。私が書き残したのはその日付だけです。大きな、それはもう大きな嵐が大陸の岸辺にやってきます。雷鳴を伴う大きな嵐です。海はうねりを上げ、
荒れ狂い、そして水位が上がります。そして何かが見えました。竜巻です。それは大きな海の上にできた竜巻のようにも見えます。私は部屋の中にいます。そしてその竜巻を窓越しに立って見ています。ホテルか何かの建物の窓越しに見ています。するとどうでしょう、竜巻がこちらへやってくるのです。私は思わずしゃがみ込みました。目の前が真っ暗になりました。竜巻は私の頭上を過ぎ、私の後ろにいた人々を次々と飲み込んでいきます。このタイプの夢はよく見るのですが、まるで私が自分の夢を映画のワンシーンと見立て、本人自身が出演しているかのような感覚をいつも体験しています。その時私はホテルの中から窓越しに外を見ていました。竜巻が通り過ぎた後、もうそこには誰もいなくなりました。何人かの人が、少なくともロビーにいた人たちは全ていなくなりました。私はこのことを確信しました。みんな竜巻にさらわれたのだという認識です。他にも自然災害についてですが、どこかのホテルに滞在しているツアー客たちを飲み込む竜巻とホテルに関する事件、または竜巻が原因で起こる事故が起こっているというビジョンが頭に浮かび上がってきています。このビジョンの結論ですが、竜巻が大きなホテル、もしくは高層ビルにめがけて突撃する映像も何回も頭に浮かび上がってきました。どこかそこは観光地のような気がします。その犠牲者の多くは外国人です。個人的に一番気になるのは浮かび上がってきた数字です。111人の死者数なのでしょうか、それとも11月1日という日付なのでしょうか。今の私にはわかりません。犠牲者の中でほとんどが死亡とされますが、4人だけ行方不明と表記されます。111という数字の意味するところが非常に気になります。その余地の中で3人の行方不明者の名前が上がってきます。でも実はさらにもっと多くの人々が命を落としてしまいます。その次に伝えておきたい余地をご紹介します。そのビジョンはこうです。私はバルコニーから人々を見下ろしています。群衆、とあるプログラムに洗脳された群衆を見下ろしています。そして2体の巨人がバルコニーから見える広場の両端に立っています。彼らは私を護衛しています。今にもお互い争いを始めようと憤っています。一方の巨人は褐色の肌をしています。ラテン系か中東系の顔立ちをしています。私はその2人を挟んでその中心部に移動、立っています。人々はその独裁者に洗脳されてしまっています。そこへ新たに選出されたリーダーが登場します。民衆はそのリーダーにひれ伏して尊敬の念を伝えています。それはまだ現実に起こってはいませんが、なぜか私にはそれが確実に現実になるのがわかるのです。人々はその新しいリーダーの登場を大変喜び、嬉しさのあまり大声で叫んでいます。イランの国旗が見えます。その人物はかつて幼少の頃イランの国で育ったか何かだと思います。次に私がメモを取ったビジョンでは殺人、そしてそれのカバーアップが見えました。どのようにある独裁者が地位を手に入れたのか、その理由が明るみに出てきます。その他身近なところでは大手ブランドメーカー企業やショッピングモールなどの娯楽施設の完全閉鎖が今年2021年中旬までに多く出てきます。民衆は口々に、今日人々はインターネットで買い物をしているからその結果に過ぎないと言うでしょう。しかし真相はそうではありません。陰謀を企てている奴らはそれを表向きの理由として人々に押し付けてきますが、それは嘘であることを知っておいてください。奴らは意図的にショッピングモールなどの従来の買い物体験を亡き者へと追いやり、買い物ができる場所や方法をコントロールしていきます。
奴らの与える選択しか民衆に与えなくなっていくでしょう。それがいいことであると人々を騙します。人々はその結果、必然的に、ルシファーのハブ、と私は呼んでいるのですが、アマゾンやウォルマートでネットショッピングするしか選択がないという状態にされてしまうでしょう。これがいわゆる、マーケット・オブ・ビースト、市場の怪物です。彼らはネットマーケットで買い物する民衆の、ありとあらゆるデータを収集して奴らの企業財産とします。奴らはあなた方の思考や好みを細かく把握していきます。そして彼らのルールに従わない者は物資を手に入れることができなくなります。買い物もできなくなるということです。経済的な手段を奴らに完全に把握されコントロールされてしまうのです。いかがでしょうか。最後の話などは、すでに起こり始めていると言っても過言ではないのではないでしょうか。今のうちからライフスタイルを見直しておいた方が良いかもしれません。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。